この地震による津波の心配はありません。震源地は日向灘、震源の深さは30キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.6 と推定されています。現在ご覧いただいているのは宮崎県の地震発生時の映像です。カメラが揺れています。先ほど午後1時7分ごろ宮崎県と鹿児島県で震度4を観測するやや強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4を観測したのは宮崎北部平野部、宮崎南部山沿い、薩摩地方、宮崎南部平野部、大隅地方です。また震度3を広い範囲で観測しています。先ほど宮崎県と鹿児島県で震度4を観測する地震がありました。映像が変わりました。日南市の映像です。カメラが大きく揺れています。緊急地震速報です。今新たに強い揺れに警戒してください。九州、四国、中国では強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。怪我をしないように強い揺れに警戒してください。現在ご覧いただいているのは日南市の現在の映像です。カメラが大きく揺れています。新たに緊急地震速報が追加されました。強い揺れに警戒してください。中国、兵庫、和歌山では強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。先ほどの午後1時7分の地震について新たに緊急地震速報が出ました。九州、四国、中国、兵庫、和歌山では強い揺れに警戒してください。映像が変わりました。現在の宮崎の映像です。カメラが大きく揺れています。震源が海底ですと津波の恐れがあります。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。追加されました。九州、四国、中国、近畿、奄美では強い揺れに警戒してください。強い揺れに警戒してください。震源が海底の場合、すぐに津波が来ることがあります。可能な限り沿岸にお住まいの皆さんは海や川の近くから直ちに離れてください。そして津波から逃げる準備をできるだけ早く始めてください。午後1時10分ごろ九州地方で揺れを感じました。現在ご覧いただいているのは宮崎県えびの市の映像です。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報がさらに追加されました。九州、緊急地震速報です。近畿、強い揺れに警戒してください。愛知、岐阜、福井、石川の皆さんは強い揺れに警戒してください。震度7です。そして大津波警報が出ました。地震により大津波警報、津波警報が出ました。直ちに高台へ避難してください。大津波警報が出たのは沖縄本島地方から茨城県までの広い範囲です。大津波警報の出ている沿岸では東日本大震災プラスの巨大津波が押し寄せます。大津波警報が出ました。今すぐ逃げること。決して立ち止まったり引き返したりしないこと。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。さらに緊急地震速報が追加されました。九州、四国、中国、緊急地震速報です。奄美、東海、強い揺れに警戒してください。沖縄の内陸にお住まいの方は強い揺れに警戒してください。大津波警報が出ている各沿岸の津波到達予想時刻と津波の高さを合わせてお伝えします。伊豆諸島、静岡県、愛知県内海、伊勢三河湾、三重県南部、和歌山県、淡路島南部、徳島県、香川県、高知県、緊急地震速報です。愛媛県和歌沿岸、愛媛県津都内海沿岸、大分県豊後水道沿岸、大分県津都内海沿岸、宮崎県では津波はすでに到達したとみられています。強い揺れに警戒してください。そしてさらに緊急地震速報が追加されました。九州、四国、中国、近畿、奄美、東海、北陸、沖縄、甲信、関東、伊豆諸島、新潟では強い揺れに警戒してください。現在東京渋谷区のスタジオも揺れています。大津波警報が出ている沿岸には東日本大震災級の巨大津波が押し寄せると予想されます。一刻も早く逃げてください。今すぐ可能な限り高いところへ逃げること。津波は何度も押し寄せ、急に高くなることもあります。現在東京渋谷区のこのスタジオも非常に大きく揺れています。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報がさらに追加されました。九州、四国、中国、近畿、奄美、東海、北陸、沖縄、甲信、関東、伊豆諸島、新潟、福島では強い揺れに警戒してください。現在大津波警報が出ています。東日本大震災を思い出してください。非常に広い範囲に大津波警報が出ています。大津波警報の出ている各沿岸の到達予想時刻と予想される津波の高さを合わせてお伝えします。伊豆諸島、
津波は到達とみられます。予想される津波の高さは巨大です。静岡県、津波は到達したとみられます。予想される津波の高さは巨大。愛知県内海、津波は到達とみられます。予想される津波の高さは巨大。伊勢三河湾、津波は到達とみられます。予想される津波の高さは巨大。ここで津波観測に関する情報が入りました。土佐清水では1時13分に1メートル30センチの津波を観測しています。また日向市細島、宮崎港ともに1時13分に津波が到達しました。すでに津波が観測されています。直ちに高台へ避難してください。大津波警報が出たのは沖縄から茨城までの広い範囲です。また津波警報が広い範囲に発表されています。津波警報が出ている沿岸にお住まいの方も避難してください。津波が来ます。すぐに逃げてください。改めて各沿岸の津波到達予想時刻と予想される津波の高さをお伝えします。高知県、すでに津波は到達しました。予想される津波の高さは巨大です。宮崎県、津波はすでに到達。予想される津波の高さは巨大です。そして新しい情報です。大津波警報が追加されました。宮古島、八重山地方に大津波警報が追加されました。今すぐ逃げてください。大津波警報が宮古島、八重山地方から茨城県までの非常に広い範囲に出ました。今すぐ可能な限り高いところへ逃げること。近くに高台がなければ高いビルの上か海から遠く離れたところへ逃げること。津波は川を伝って内陸深くまで流れ込みます。今海が見えていない人も避難を始めてください。津波到達予想時刻把握までの予想です。津波到達予想時刻まで待たずに今すぐ逃げてください。大津波警報が発表されています。東日本大震災を思い出してください。決して立ち止まったり引き返したりしないでください。そしてこの情報が届いているあなたが率先して避難してください。周りの人にも津波が来るぞと呼びかけながら逃げてください。先ほどの地震により大津波警報が出ました。大津波警報が出ている海岸の予想される津波の高さはいずれも巨大です。大津波が来ます。今すぐ逃げてください。命を守るため一刻も早く逃げてください。近くに高台がなければ高いビルの上か海から遠く離れたところへ逃げること。津波は強い力で人や物を押し流します。命を最優先に今すぐ逃げてください。先ほど午後1時10分頃九州地方から東海地方まで震度マグニチュード 9.6 はアメリカ地質調査所の調査による1900年以降に発生した地震では観測史上最大です。この地震では震度5弱以上の強い揺れを沖縄から新潟までの広い範囲で観測しました。また震度1以上の揺れを全ての都道府県で観測しています。またその後も地震が相次いでいます。この地図は午後1時10分以降のマグニチュード7以上の地震の情報を表示しています。午後1時10分の日向灘を震源とするマグニチュード 9.6 の最大余震は午後2時45分頃に発生した遠州灘を震源とするマグニチュード 7.3 の地震です。最大震度は6強でした。また各地で高い津波が観測されています。神津島港では今東京渋谷のスタジオで揺れを感じています。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。伊豆諸島、山梨、静岡では強い揺れに警戒してください。現在東京渋谷区のこのスタジオも非常に大きく揺れています。テレビの映像は現在の東京都港区の映像です。カメラが大きく揺れています。緊急地震速報が出ました。関東、伊豆諸島、山梨、静岡では強い揺れに警戒してください。震度の情報は気象庁から入り次第お伝えします。テレビやラジオのスイッチを切らないでください。先ほど東京渋谷区のスタジオで非常に強い揺れを感じました。緊急地震速報が関東、伊豆諸島、山梨、静岡県に出ました。強い地震が相次いで起きています。皆さんまずは落ち着いてください。上から落ちてくるものや倒れる家具などからは離れてください。現在も少し揺れを感じています。緊急地震速報が出ました。強い揺れに警戒してください。現在ご覧いただいているのは現在の東京都港区の様子です。カメラが少し揺れています。揺れが続いています。緊急地震速報が関東、伊豆諸島、山梨県、静岡県に出ました。震度の情報が入りました。先ほど関東地方で強い地震がありました。震度6強が東京23区です。それから震度6弱が千葉北西部、神奈川東部です。先ほど午後7時21分頃関東地方で強い地震がありました。
強い地震が続いて発生しています。落ち着いて行動してください。半壊した建物が新たに発生した地震によって崩れることもあります。そして現在東京渋谷区のスタジオで見よう。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。ここで大阪のスタジオからお伝えしていきます。東京放送局からの放送が停止しました。現在ご覧いただいているのは東京港区の映像です。カメラが激しく揺れています。緊急地震速報が出ています。関東、伊豆諸島、甲信、東海、福島、長野、新潟、宮城、富山では強い揺れに警戒してください。現在大阪府にあるこのスタジオでも揺れを感じています。上から落ちてくるものや倒れやすい家具などからは離れてください。テーブルや机の下に隠れてください。先ほどの震度6強の地震に続いて新たに緊急地震速報が出ました。関東、伊豆諸島、甲信、東海、福島、長野、新潟、宮城、富山では強い揺れに警戒してください。現在の映像は東京都港区の映像です。カメラが横に大きく揺れています。詳しい情報は気象庁から入り次第お伝えします。気象庁から震度の情報が入りました。震度7が東京23区です。また震度6強を茨城南部、千葉北西部、埼玉南部、千葉北東部、神奈川東部、千葉南部で観測しています。震度が更新されました。震度7を観測したのは東京23区、神奈川東部です。強い揺れを広い範囲で観測して